ました、はい、こんにちは、顔大丈夫でしょうか、特集でございます。皆さんライブ配信を、楽しみにしてくださってるかと思うんですけど、すごいすごいゲストなんだよ。もう胃が痛いんだよ私昨日ね俳句読みました。チュンさんと友人のキス取り組み、はい、鳥がね、渡り鳥がこの季節ちょっと前かな、曇り空の時にね、北の方に帰っていってしまうよというような曇り空、とても別れの切なさを表現している俳句の季語ですけど、まあ、そのね姿を想像するに、やっぱりどうしてもね韓国ドラマを切っては切り離さないなと思うんですね。ペ・ヨンジュンがこう日本にこう現れて、女性の心というかね、かき立てて、もう長いこと経ちますけど、彼がなぜ彼でなければいけなかったっていうのは、やっぱりね、あどけない顔に低い声、そして長身、筋肉質のこう昔懐かしい男性像、優しいこの、ハートなどみたいなのを、日本人の女性がこうとても心の中にイメージできたからじゃないかななんて思っております。で、今日はタイムラインもご紹介しました、すごい長身のね、かっこいいよ、男性をゲストに呼んでおります。韓国 K-POP のニューカマー、トゥナイって言いながら、どうぞ、ザンポケさん、今日のお客様です。はい、チャンオルです。皆さん、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。あのね、これね、生で 見てください。あの、本当美しいですよちょっと自己紹介する。あ、ファンの皆さんにどうぞ。はい、ファンの皆様、もう岡山もちろん、そして日本全国にいらっしゃる皆様、こんにちは。僕 K-POP アーティストチャンポケです。よろしくお願いします。何歳？僕ですね、今30歳。30歳？そうです。もっと若く見えるね。ですか、よく言われます。すごい背高いの。私こんな高い靴履いてるの。身長何センチ？182。そう、昔からすくすくそんな風に育ったの。まあでもこれが高校1年生の身長です、だから中学校の時に、中学校の3年間ガーッとなんか1年に10センチ伸びてるんですよ、中学校で。それで高校1年生の時に止まって、その身長。背中痛くなかった？あまり感じなかったですね。なんか今日本に来られてるけど、はい、やっぱりその韓国ってエンターテインメントが主力の産業でしょ、はい、最近はそうなりました。なったでしょ、ね、はい、一言、ペヨンジュンさんの頃から。そうです。なろうと思ったの？いえ、最初は、まあその時はそこまで興味はなかったんですね、ただダンスが好きで、ダンスね、歌が好きで、そうです。ずっとその高校、中学高校時代の時から、まあ、チームを組んで活動はしてたんですけど、もちろんなんか学校のお祭りで踊ったり歌ったりとかしてたんですけど、まあ、自分がまさかこれを仕事にしていこうとは、そこまでは深く、そうです、ただ本当に楽しく好きでやってきただけで。え、じゃあなんかそういう学校に行って、もう絶対にこの歌で生きていくんだみたいなことじゃないの？じゃないですね。もう普通にもう勉強するための学校だから、大学進学のために普通の学校に行って、まあ平日とか週末は、あ、平日はもう普通に一日も学校でずっと過ごして、あと週末だけですよね、ダンスは。え、スカウトされたの？いいえ。で、そのチームでやってきて、やっぱり高校卒業したら解散になったんですよ、自然に。やっぱりそれぞれみんな目標が違ったので、で、その中でやっぱ僕はどうしても、で、解散してから僕も一応ダンスは一旦やめたんですけど、その後自分本当に何をやりたいのか、ずっと何年間やっぱいろんなことやってきた中、やっぱそのダンス、歌、すごく楽しかった、もちろんありましたし、その日本で当時留学してた僕の高校時代の友達が呼んだんですよ、僕を。呼んだの？日本に来てよと、今日本で K-POP ブームがあるから、あなたたちならもしかしたらちょっと人気が出てくるかもしれないっていう甘い言葉で甘い言葉で、もう来たらすぐ売れるよっていう。売れた？いや、やっぱりですね、なかなか思い通りにうまくいかない。いかないよね、はい、でもすごい人気あるじゃない。もう、本当おかげさまで。東京の、東京のね、
誰だったっけ、知ってたよね、ババさん。あ、ババさんです。ババさんから質問が来ての、はい、いい振りでした、はい、東京と岡山とどっちが暮らしやすいですかとか、はい、どっちがどっちでいいですかみたいな。これちゃんと答えないとちょっとあれですよね。それはそうだよ、これこのまま行くしかないよ、こうやくんこんなに喋っちゃったから。もちろん最初岡山に来るときは不安だったんですよ、うんうん、ずっと都会の、うん、まあもちろんここが田舎っていうことではなく、田舎よ田舎よ、うん、韓国でもソウルでずっと住んでましたし、最初日本に来た時も東京だったので、そういう生活が慣れてましたね。で最初岡山来た時はちょっといろいろやっぱりちょっと環境が変わったことで最初の方はちょっと困ったんですけど、うん、今は岡山も僕大好きです。だあの東京とかコリアンタウンとかあるじゃん、はい、岡山新国語とか ないでしょ。岡山はないですね。なんかちょっと辛いんじゃないの。僕、まあ、これは個人的なあれなんですけど、うん、ちょっと飲みに行くのが好きなんですけど、うん、こっち来てからは飲んでるよね、タイムラン結構ね、この間サムギョプサルがどうなんなんですか、焼肉は切ってたよね。切ってました、切ってました。岡山はどこ。多分あります、韓国料理。料理行くのやっぱり行きます。でも行っても岡山ではいつも運転してるのでお酒は飲めないです、ね、飲めないの。結構飲むの。いや最近はまあまあほどいい。だ新大久保、東京、まあ飲みに行くんだったら東京がいいの。いいですね、やっぱり友達も、うん、あいるから。そうです、気が合う友達もいたりとかして、うん、やっぱそれ楽しいんですか。楽しく飲むと、うん、まあお酒飲む。そうです。たまにソウル帰ってるよね。ソウルも帰ってます。特に去年は、うん、結構帰ってました。帰ってた。もともとは1年に1回だったんですけど、去年は3回、うん、でもやっぱり日本にずっと住むと思ってた。あ、そうです。日本で、もう日本が今、日本語すごいんだけど、何年だなってなの。でも、もう来て5年なんですよ。5年でそれ。そうです。すごくね。5年すごくない。5年目。漢字も書けるんだよ。漢字、いやいや、もう読めるだけ。え、でもタイピングいつも漢字入ってた。あ、そうです。携帯では慣れたので、あ、この字だなとか。結構なんです。これね、ほぎょくんさっき漢字ほぎょくんで、ジャーンほぎょくんの漢字があるの、はい、湖っていう字書くんだよ、なんかね。そうです、ほうの文字が湖ですね。うん、ほうの字が湖っていう字なの、うん、そうです。お父さんがつけてくれたんだよね。そうです。なんか意味は聞いてないんですけど、でも湖ってつけるぐらいだから、まあああいうね、はい、そういうイメージないですか、うん、なんか湖、なんかその僕の名前を見せたら、うん、どなたか日本の方なんですけど、うん、やっぱりその何かのこの駆け足になるっていう、うん、そういう意味じゃないかなっていいね。はい、もうすごく嬉しかった。あの日韓友好今ちょっとあんまり良くないもんね。今でもいろいろあるんですけど、民間レベルではね、特に何の問題もなく、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そのまたババさんから質問で、はい、今度、はい、新しい曲出すでしょ、6月出します。なんていうタイトルですか。あ、それ新しい愛してる。あ、愛してるは去年出したの。そうです、アルバムの中にある PV の。そうです。それについて、うん、ほぎょくんが、まあ、皆さん YouTube の中にあります、はい、ミュージックビデオの、ミュージックビデオ、そうそう、はい、演技してるんです。演技を女性に、ね、あれを捨てられるのですね。もう捨てられますね。捨てられるんです。がひどいです。がっくしやってんだけどその、ね、演技の中で恥ずかしかったとこ、はい、難しかったとこ、楽しかったとこ、はい、ちょっと。でも実は僕、うん、歌手じゃなくてもともと俳優になりたかったんですよ、韓国にいる時は。僕映画が大好きで、うん、でかその映画専門大学に入ろうともしたんですけど、うんうん、ですのでその今回の演技が自分にとってはまるでその夢が叶ったりとか。おーおー。そうです。まあもちろんそのアルバムも歌を歌ったり、それも楽しい身だったんですけど、うん、そのミュージックビデオで演技をするっていうことがすごく自分にとって楽しみで、あんまりそのあこれが恥ずかしいとか、その前にまずあこれ頑張る、うんうんうん、これちょっと楽しもうと思って撮影をした覚えしかないです。あの女優さん、はい、女優さんですか。まあモデルさん、モデルですか、はい、あのモデルさんなんかもうその初見、初めて。あのモデルさんもそうです。そのそれがもう1日撮影でしたが、朝に出会って、捨てられるとこまで演技する。そうです。でしかも朝会った時に、うん、が朝会って一番最初撮影した場面がもう二人が一番仲いい時期の撮影だったんですよ。だから頭だちょっと
何もなんか後ろから始めて、あ、そうです、そうです、それが一番朝の撮影だったんですけど、うん、あの時はちょっとお互いに多分ちょっと恥ずかしいのもあったかもですね。だよね、あれはお互いに。でその例えば逆なのね、それからなんか喧嘩のシーンとかもあったじゃない。ありました。それは難しくないの、怒るシーンは。あ、喧嘩は逆に楽でした。うん、でその時僕言葉はその多分ミュージックビデオの中に音は聞こえないんですけど、うん、実は僕そこで韓国語で怒ってるんで。あ、そうです。やっぱり怒る時は自分の国の言葉で怒った方がもっと、うんうんうん、なんか感情がしっかりと入るかなと思って、うんうんうん、僕ここではちょっと韓国語で怒ってもいいですかって聞いたら、あの全然その、え、相手の方は日本人なの。そうです、相手の方は日本人だ。向こうの方もその韓国語僕が喋ってる言葉何も意味わからず、うん、ただ本当にそのもうその場面にもうお互いに集中して、だから結構こう見てる側は結構面白かったと思います。こっちは韓国語で喋るんだから、でも向こう何もわからない。向こうはこう悲しいみたいな。そうです、そうです。なんか小競り合いはわからないまま演技してる。そうです、そうです。すごいね、やっぱり。でもその感じで撮影が終わって、ね、そうです、その喧嘩のシーンは。喧嘩して、でも最後はなんかね、肩を落として彼女が後ろ姿で去っていくっていう、はい、でもすごいあの歌いいね。すごい歌の前だよ。僕もともとバラード、まあ、ダンスの曲も自分が踊ってるので好きなんですけど、まあ、歌うときはバラードの方が感情が変わってる。そうなの、あれ歌えないの。あの、あれ歌えないの、ちょっとだけ歌えない。サビのとこ行きます。サビの君と出会えて過ごした日々の一つ一つが何も言えないほど胸に響く。ちょっとね、やっぱね、うまいの。彼がね、ライオンハートをね、歌ったのよ、YouTube で。あ、いろいろありますね。そうそう、はい、すっごい甘い声で、うまいって言っちゃ悪い、当たり前なんだけど、ちょっと胸に響くね、声してるね。高音も素晴らしかったね。こんなところでいいんでしょうか、皆さん。何かありますか、質問。ありますか。黙ってるよ。多分皆さんの方がなんか後ろなので、なんかすごく緊張されてる。そう、私でも、あ、結構緊張したの。イケメンのこんな長身のかっこいい子が隣にいるなんて、もうね、そう、生まれて初めてかもしれないです。過去の方々、ごめんなさい。感じですけど、じゃあ、最後に、ちょっと CM があれば、ちょっとお話しして終わりましょうか。はい、あ、ですね、その去年は、その初ミニアルバムが発売されまして、もうおかげさまでもうすごくいい反応で、もう1年間活動を頑張ってきました。皆さんおかげさまでありがとうございます。で、今年1年ぶりにですね、6月25日にまたシングルアルバムリリースがされます。で、そのリリースイベントを岡山 そのライブハウスデスペラードの方で、デスペラードの方でお昼2時からスタートになりますので、皆さんぜひお越しください。ぜひぜひ行ってください。そして、ホギョ君は、はい、6月の第3月曜日、うん、の、カラビナインブルーに出てくるですね。で、どこ何の話しようかと思ってたんだけど、はい、その今日のペヨンヌンについてちょっとね、うん、話してもらおうかと思って、それお楽しみに、皆さん好きでしょ、大好きでしょ。なるほど、その時にそのがいいんじゃない。だってペヨンジュンってやっぱ韓国でも金字塔じゃないの。韓国トップでしょ。韓流をこの送り出したってですね。特に日本のはもう一番最高、ね、一番最初。彼、やっぱり見たことある？ないです。ないの？え、やっぱりこう、こんな人？なかなか会えない方です。会えない。のその話をぜひしたいかなと。冬の空との話とかね。はい、あとね、ビッグバンとか。ビッグバン、最近人気ですね。人気でしょ？あと、東方神起とか、あと、カラとか少女時代とか会ったことあるの？まだないですね。まだないの？そんな話をしながら、6月は2人で行きたいと思ってます。それではまたお会いしましょう。はい、See you soon. クリスタでした。